参議院選挙が近くなってきましたけども、こういう時期になりますと議員の自殺であるとか、こう官僚の自殺などがね、ちょこちょこ話題になったり、過去にもそういうことがありました。今回の動画は過去に自殺をした3人の議員について、再度ね簡単に取り上げてみたいと思います。これが一番直近で2020年でしたけども、これはまあ元民主党のね入水自殺、三宅さんということです。でその後にもいろいろ出ましたけどもね、助けて追われてるんですとある晩文春の記者にかかってきた電話ということで、まあ精神にかなりねこれ異常をきたしてたというこう感じなんですけどもね。はい、でね、この人が話題になったのはこれなんですよ。クローズアップされた松葉杖での国会盗聴とありますけど、国会盗聴とありますが、はい、この通りね、覚えていますかね、国会にこのような松葉杖姿で三宅さんは、盗聴しておりましたと。でその原因となったのはこれなんですよね。まあこれは与党と野党で揉めた時に倒されて転んだと、そして怪我をしたということになっています。それでこの直後なんですよね、自民党の議員に押されて暴力を受けたということで、こんな、ちょっと仰々しい姿になっていますけども、これはその倒された姿とかですね、その後のいろんなものを見ていると、これいくらなんでもおかしいだろうと、こんなまるで、ね、車椅子なんてことは妙だという、まあ、そういう話が出ていましたよね。それでもね、結局、まあ、いろんなことがあって、途中までずっとああいう姿で徒長していたと、それが問題になりました。そしてこれは自殺した後なんですけども、しばらくしてからこれね、数日なんですけどもね、文春の記者がね、こういう記事を載せてました。これ本当に興味深かったですね。どうもねこの三宅版の記者で、まあ、懇意してたらしいんですけども、どうもね、まあ、議員の後、まあ、選挙があってまた立候補するという時に当選の予報を出しますよね。彼女は二重丸だ、三角だ、×だ、無印だと、いわゆる当落の予想をこれを文春が出した時にこの三宅さんをね無印としたんですよ。つまり無印ということは劣勢ですね、もう厳しいだろうという。でその予測を出したらこの記者に対してひどいじゃないですか、もう絶好ですというね、そんな電話がかかってきてびっくりしたと。でそれでは非常に奇行といいますか、おかしな情報が流れてきまして、はい、この赤枠見てください。ストーカーに遭っているんです。これいずれ大事件になるから文春さんは取材すべきですよと。つまりね、助けてくれと、私は誰かに狙われているというね、そういう連絡をするに至って、これはもう明らかに妙だと、精神的に病んでいるんだろうなってことをこの記者は感じてたということになります。で結論としてね、入水自殺ということになって、亡くなったということなんですけども、まあ、未だに真相はもちろんわからないということになっております。まあ、これがね、これ最後のあれなんですよね。2013年で生活の党から比例代表で立候補してますけども、もうこの時はもうお話にならないと、もう出た瞬間に当選するとは誰も思っていなかったという、その時のこれ三宅さんの姿でございます。さあそして、さらに時代はぐーんと古くなりますけども、2009年ですね、この中川翔一さんというのはもう非常にこれは衝撃的なニュースだったんですけども、これ未だに陰謀説、いわゆるね、CIA に暗殺されたんじゃないかと、そういう話まで出ておりますけども、はい、これ当日のニュースですね。亡くなったという遺書は見つかっていないと、これ首吊り自殺ということに前となっていますけどもね。これは世界の会合に出た時なんですけども、これまあ男前でなかなか有名な先生でね、本当は男気ある先生ですよ。本当に日本のことを考えてたという中川先生、それだけにアメリカにも対抗していたので、アメリカとしては非常に鬱陶しい存在だったということは、これはもう明らかになった話でございますよね。で問題はこれですよ。世界の会合の後の会見でこのような形で酩酊会見を行ったと。この呂律の回ってない映像というのは、これは、ね、私も衝撃を受けましたよね。完全に酔っ払ってるんですよ。でその当時こんな大事な記者会見があるのに、もうアルコール中毒だからね、酒飲んで出てきたらどうしようもならないクソ大臣だと、という形でテレビは流しましたし、これ私もね事情を知りませんでしたので、これを見た時はこれどういう人なんだというふうに思いました。ところがね、この後いろんなね怪しげな話が出てくるんですね。この左の奥に映ってる人物もこのことについてはなぜか口を開けない。でところがこの後大出世をしているというね、そういうこともありました。そして一番話題になったのはこの方なんですよ。越前谷さんですかね、わかりませんけども、読売新聞の記者なんですが、この方はどうも前日に
複数の人間と一緒に中川大臣と一緒に食事をしていた、まあ、お酒を飲んでたということなんですよ。で、彼女がですね、この酩酊会見の前日に周囲にこんなこと漏らしたんですね。明日は面白いことになるわよと。おかしいと思いません？明日は面白いことになるわよ。つまりこの酩酊会見を予見していたようなことを言っているのです。これがね、悪意がなければ単純に面白がってね、明日酔っ払ってんじゃないなあの人と言ったかもしれませんが、やはり世の中には妙な仕込みじゃないか、わざとああいう恥をかかすためにすごい強いお酒やね、どんな、まあ、ひいては薬かなんかも入れてね、やったんじゃないかということで随分話題になりました。でもちろん本人は否定するわけなんですけども、公にきっぱりと否定していないんですよ。しかも部署もね、いわゆる記者の目が届かないような海外に飛ばされたりとか、そういう不審な動きを、彼女はしているということで、この当時話題になりました。全然関係ないんであればね、そんなもん関係あるわけないでしょうって、私が飲ませてあんな恥をかけしたと言うんですから、ふざけないでくださいときっぱり言うはずでしょ。ところがそういうことを一切行っていないんですよ。ですから未だにいろんな説が囁かれていますよね。この人が個人的に何か感情を持っていた恨みなのか、あるいはアメリカを通じて云々なんていうね、まあまあもう噂話ですから何が本当か分かりませんが、こういうことがあったのが事実でございます。そして最後はこの永田議員ですね。やはり2009年だったんですけども、ホリエモンのこれ偽メール事件ということで、これはですね、まあ、自民党に対してね、まあ、3000万円というお金を渡してね、当時のこのライブドアですよ、あれに有利な計らいをしたんじゃないかとか、まあね、有利な法律を作ったんじゃないかということで、こんなメールが出てきたというのをこの永田さんがですね、追及したわけです。ところが最終的にはこれは全くの偽メール、デマメールだということが分かって、追い詰められた後、やはり精神を病んだという情報が出ていましたが、北九州市内のホテルで飛び降り自殺をしたというニュースがこのように流れてきました。まあ、こんなような経緯の方でね、東大出て大蔵省入って国会議員で、まあ、民主党議員になったというね、こういう方なんですけども、まあ、ここにありますようにライブドアの関係者うんぬんということで、ホリエメールが発端にこれはなりました。まあね、この人は実はこんなところにも絡んでいたんですよね。まだまだね、いろんな自殺した議員さん過去の例もありますので、これは第2弾として挙げたいと思っております。次回挙げたい議員は新井翔慶さんなんかを挙げたいんですけども、この方私はお会いしたこともありますし、実際に飲んだこともあります。あることを誘われたこともあります。そのあたりについても次回の動画で挙げていきたいと思います。